皆さん、こんにちは。初音ミクです。中村獅童さんをはじめ、皆様と共に、パワーあふれる素敵な舞台をお届けできるよう、お稽古に励んでいます。私たちの思いの詰まった作品を、劇場で、ぜひご覧ください。本日は皆様お集まりいただきありがとうございます。超歌舞伎、今度はもう2月やらせていただけるということで、4都市で、公演が、実現するということで、とても嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。そして私の長男の小川春樹も出演させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは続いて、小川春樹よりご挨拶を申し上げます。春樹くん、マイクを。小川春樹です。ご挨拶をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではマイクは置いていただいて大丈夫ですよ。はい、それでは続きまして沢村邦也よりご挨拶を申し上げます。沢村邦也でございます。2016年から超歌舞伎に参加させていただきまして、昨年に引き続き、南座ですることはもちろんなんでございますけれども、今回は、博多座、御園座、新橋演舞場、そして南座と4座でさせていただくわけでございますけれども、その中で、リミテッド公演がいつも南座だけでございましたけれども、今回は東京の新橋演舞場でさせていただけるということで、本当に、ドキドキとしております。皆様どうぞ、よろしくお願いいたします。なんかバーチャルのその技術的な部分で言うと、あれもパネルも LED パネルという新しいものになったりとか、今回あと劇中で相撲を取ったりする場面もあるんですけど、そこで使う映像も迫力があるし、やっぱりそのなんだろうな、見どころ、相撲とやっぱ立ち回り、相撲と立ち回りとちょっと出てくる春樹になるんですか